ゼロで、はい、終わり。電話しはい、返信。アブタカップキープで返信します。三点プレイヤー。はい。慣れてないだろうからのあれだから私はちょっと最初使えないね、うん、無理やり行きました無理やり行ったとりあえず飛行を絡みするにはこの手は一旦落とすまだがまだがまあ失礼
行こうか。じゃあ、1点行きましょう。8。はい、です。お茶すみたまーす。はい。どうぞ。じゃあ、ここで。はい。はい。はい。白物持ってこないよな、本当だよ。はい、はい、永遠と白物が汚い行だぞ。はい、はい、終わり、出します、出せします。年中8年で、はい、ホワイトどうやったか入店。はい、2枚目、2枚目は強いな。はい、お願いします。2つ、終わりです。ダブルでいけばそれは落ちます。あ、警戒、はい、まあ、とりあえずアタックするのはこの4体だと思うね。とブロックマン出しました、はい、全部アタックしてきてる、うん、ここで、これって3体で以上でアタックしたら確実にギドになる、はい、3体以上で。アブシン確認ですか。あ、はい、出るよ、俺は。じゃあ、こいつは1、2、3点、3点、5点ブロックしてます。3点、3点、5点だと11点1残る、4点減して2点ダメージ。1残るでいいか。じゃあ、こっち10点、こっちはリアル。はい、ギデオン、はい、で、ギデオンになって、ギデオンなるけど10、ギデオンになって戦闘終了になるんだよね、確実に。で、これは死ぬよね。いや、まあ、どちらを残すか選べますよ。ああ、そうだね、はいはい、大丈夫だよ。それどうぞ。まあ、こっちも。こっちは残すんだ。お受胎しか取れるのやめて。
野村最大対象取って発売できるんですけど、はい、まあ取ります、はい、終わりで終わりです。こいつに流れってことね、はい、次の、はい、タップ替えだから大丈夫。うっおたわこ死んじゃくったんか、うん、どうしようかな。あー、その確定で、いや、確定ですね。で、まあ、4点、はい、で、次のターン、そっち2枚しかなかったな。低コストの体が結構固まってくる。札1枚ハンドバリしたら、それはそれで勝てる気がしないっていうのが出した。で、ここまで出した。こっちもだけど、変身させる考えとか下げてみたいな。そのターンブラックして、ポイギデオン23ってのは飛ぶんでしたっけ。飛ばないよ、飛ばないよ。あの相手のコントロールするだけじゃん。対戦相手と他の各クリーチャーなんで、レンズ他に飛ばない、対戦相手だからこっちに飛ぶダメージ、あなたに飛ぶダメージをここにやることはできる。はい、強っ。はい、ライフ1なんですか。ない , 笑ってんじゃないよ。死んだやで。すぐ10になってる。こうなんかあれないんですかね、あの被覆持ってブロックされないとかっていう。すぐ10になってるから待ってて。結構いらっきます。え、まあ、結構違ってきても結構ですね。そもそもなんか最近2万の除去をちょっと強くて、うん、ジェイスで買ったらあるかも。いやー、ジェイスもやっぱ青白だとファイトボードが楽しめそうだね。うん、確かにそれはそれはあのメングッチさんもそう言ってた。一番だとあんまもろくない。でも俺はその回る方を優先したいんで白タンの方が好きです、うん、面白さよりも確実に10回やって10回回るデッキの方がいいんで。いや、メインに青入れなきゃいいだけ。いや、そんなにちょっと肘の発動の方がいいっすかね。肘の発動の方がいいっすよ。ドラゴン公開すればドラゴンコントロールしてくれる。あ、そうなっちゃうのか。なるほど。ちょうどで、味弱くねえっすか。はい。ほう。上様、高層だった。この章で今44編成か。なかなか思い切ったことをしたぞ。うん、俺にいいでいいさ。はい、ブロックで、はい、で、終わります。はい、じゃあアンカップアップキープ編集します。で、3回で、で、ドローします。スイングがほとんど
のことがなければ精神壊しなことで、攻撃宣言アタックでこれ出して、はい、遅い、11点残念です。スコアリーどうぞ。これ決まったのか、何がゲームを使ったんだ。ああそうだね、こうしようランドがサインに全然わからないっていう、はい、どっちでも転んでる。手札ゼロ1、出し直して、おでブロックでフリーケースリード。じゃあ中心の感じがいいんですか。ね、こっちはこっちは破壊不能を得てるんで、はい、こっちだけ死ぬ、はい、26枚は多いんですかね。14、はい、ドローします。ん、ああそうですよね、これ変身するの、とプレイヤーに3点でドローします。で、まあ、うん、そうなんです。